全国の中学受験生の皆さん、こんにちは。中学受験専門プロ個別指導塾の塾長の飯塚です。今日は4月2日火曜日なので、火曜日といえば人気の公立中高一貫校特集の日ですね。今日は東京地方、ちょっとね、外こう見るとね、もうだいぶ雨です。今ね、授業終わったばっかりなんだけどね、今ね、塾生がね、帰る時もみんな傘をさしてね、ちょっと大変そうに帰っていきましたね。で今日のね、公立中高一貫校特集、まあ何を話そうかなというふうに、まあテーマ考えたんですけれども、まあこちらの赤本見てください。まあ小石川中学とね、九段中学。まあなんでこの九段中学の赤本を持ってるかというとですね、実は個別指導塾のはね、四ツ谷の方にですね、九段中対策専門のコースっていうのをね、設けまして、今、都立大学と蒲田の方の教室、田園調布の教室で、欧州館ノアっていうのをやってるんですけれども、そのね、第2弾というふうなことでね、今回ね、九段中ノアっていうのをね、実はこの春休みから、開講してます。まあ、四ツ谷の上智大学のね、すぐ近くに教室があるんですけれども、そこの教室ね、もう春季講習で今ね、生徒さん何名か、来てくれてまして、まあ、4月から本格的に九段中に向けてみんな頑張るぞっていう風なね、コースなんですね。で、そこのね、場所はね、実はこの、ウィッツ青山さんっていうね、通信制の高校がありまして、ウィッツ青山ってね、三重県の方にね、ある高校なんですね。で、そこのね、高校さんと今回ね、ノアの方がタッグを組ませてもらってですね、ウィッツ青山と個別指導塾ノアが、まあ、協力タッグを組んで、四ツ谷の方で教室を出すというふうなことで、昼間はね、このウィッツ青山高等学院、四ツ谷リッツキャンパスっていうのがありまして、そこでね、通信制の子たちが勉強してます、高校生がね。で、夕方から夜は、九段中ノアが、やるというふうな形になってるんですね。だから、まあ、こんな感じのね、この欧州館ノアの第2弾、というふうなことで、やっていきますんで、九段中ね、受験、頑張りたいなと思ってる方がいればね、まあ、ぜひぜひちょっと、九段中ノアに、相談いただければなと思います。で、まあ、九段中の対策、いろいろちょっとね、お話ししていこうかなと、今日は思うんですけれども、3つ試験があるんですね、九段中っていうのはね。適正1、2、3ってなってまして、適正の1が、作文っていうかな、国語の文章を読んで、自分の意見を書かせると。欧州館みたいにね、作文で独立してるわけではないんですよね、出題がね。文章を読んで、それに対してあなたが思うことをっていうのがまず一つ。あとはね、300文字ぐらいで、書かせる問題がね、作文でありまして、ちょっとね、過去問見てみようかな。例えばね、24年だったらね、まあ、二つの文章、A、文章 A、文章 B を、まあ、読んで、新しい見方、考え方、気づいたり、今までに知らなかった事実を見たりするために必要な態度について、あなたの考えをっていうふうなことで、まあ、基本的には文章をね、自分で作り出していかなきゃいけないんだけれども、ある程度も出来上がってる文章の中から、意見を読み取って、書くっていうふうなことで、欧州館のね、作文とはまたちょっと、経路が違うところがありまして、欧州館の場合はもう作文って完全に独立してて、500以上、600も結構に書かせる問題だったんだけれども、九段中はね、そういう感じではないなと。短い文章を2つ書かなきゃいけないというところですよね。その他ね、適正の中身を見てみるとね、結構ね、日常生活に関連した問題が出てるんですね。例えばこの前の2月の試験だと、洗濯物をこうに干した場合にですね、こっち側にこうにどの辺の位置にやった方がこうに傾きがイコールになるかっていう風な問題、場合の数の変形版なんですけれども、そういうものが出てたりとか、あと24年だとね、料理の問題とか出てたりするんだよね。料理の問題が出てたりね、あとね、どんなのかあったっけな。そう、これね、バケツの、金物バケツと、から今、プラスチックバケツにどんどん変化していったと。
で、なぜそういうふうにプラスチックバケツになってきたんだろうとかね、こういうね、結構ね、ハンガーの問題だとかね、日常生活に関連している問題があるんでね、結構ね、勉強っていう風な感じではなくて、日常生活ね、いかにこうにね、考えながら生活してるかというかね、そういうものをね、結構やっていくといいんじゃないかなと思うんでね、まあ結構九段中対策コースもまたね、面白くやっていければいいなってね、思ってますんでね。クランチュー頑張りたいなと思ったね、まあ繰り返しになりますけれども、クランチューのあまりご相談ください。頑張りましょう。じゃあね、今日 Q&A というかな、あ、質問コーナーか、ね、これもね、今日はね、塾生の方からもらいました。この子はね、昨年ね、欧州間中等に合格してね、今度新2年生になるね、ある男の子からもらいましたと。学校の宿題が非常に多くて大変でどうしたらいいでしょうって。まあ、これも欧州間ですからね。非常にね、学校の宿題が多くて大変だと。うん、どうしたらいいというところでね。まあ、欧州間はね、すごくね、宿題が多い学校で有名で、学校の先生もね、塾に行かなくても大丈夫ですというふうにね、おっしゃっててね。まあ、確かに、欧州間のね、教材ってね、もう塾で使ってるね、教材使ってますからね。それをしっかりこなしていければ、まあ、十分なんだけれども、そうだな、宿題の量が多い。結構、新注文使ったりしますよね、欧州間はね、教材でね。あれはもう塾向けの教材で、例えば、ノートを見返してもらったり、あと、添付されてる回答とかあると思うんで、ただ宿題を仕上げて持っていけばいいっていうような学校じゃないから、回答を見ながらでもいいんでね、なんでそういう風になるのかなっていうところを論理的思考力、欧州間を受かってるんだからあるだろうから、まあそこで、回答を見ながら逆算して勉強してって、とりあえず仕上げると、でなんでそうになるのかなっていうところは結構重要だから、そういうところも含めてね、ちょっと反復してただ宿題を仕上げればいいっていうレベルではなくて、欧州間にせっかく受かってるわけだから、言ってるわけだからね、そこの授業をね、まあ、しっかり自分のものにすると、だから宿題を仕上げるっていう、ところよりも、宿題を通じて実力をつけようというふうなね、ちょっと頭を持って取り組んでもらえればいいかなと思います。ということで、頑張れよ。じゃあ、今日のね、ワンポイントレッスンね、天衣無縫っていう技法をね、いこうかなと思います。天衣無縫。視野文章などに技巧を凝らした跡がなく、自然であって、しかも完全無欠であるよ。また、人柄が純真で、無邪気な様子にも言うというかね、人柄が純粋で無邪気な様子と。さあね、今日ね、九段中のね、お話しましたけどもね、公立中高一貫の勉強に関しては、結構ね、知識じゃないところがあるんですよね。ですんで、日常生活のものをこうにいかに勉強に当てはめるかっていう意味ではね、この結構ね、無邪気で純真な心っていうのはね、結構勉強していく上で必要だと思うから、そうだな、この天衣無縫の気持ちをね、もっとね、公立中高一貫のね、勉強にも取り組んでください。じゃあまだね、春休みもうすぐ終わっちゃうと思うけれども、しっかり頑張れよ。さようなら。